はい、というわけで、夏休み最初の動画は、最初なのかどうかわかんないんだけど、まあ最初っていうことにしておきましょう。というわけで、最初の動画はですね、自作ドライバーを作ってみました。スマッシュ TV で初の魔改造ですね。とは言ったものの、誰しもがみんなやったことのある、ものですわ。聞こえるかな、音。この音でわかるかもしれないんだけど、そう、ベアリングです。ベアリングを使った、魔改造ドライバーを作りました。それがこちら。なぜジャギーを使ったって、まあ、思う方いるかもしれないんですけども、ちょうど去年、ダークデスサイザー、まあ、キラーデスサイザー発売される前に、まあ、ダークデスサイザーがリアバーしたんですよ。で、その時に使ってた、ジャギーです。まあ、名付けるならそうな、命名、トールベアリングドライバー。そう、トールって、まあ、高いっていう意味。なんで、まあその名の通りなんですよ。もう背が高いです。背が高いといっても、まあそんな桁外れに高いわけではなくて、もう本当にボルカニックと同じ高さ。はい、こんな感じです。まあでも若干だよ。若干こっちの方がでかい気はする。というわけで、まあデスサイザーのジャギーということで、キラーデスサイザー2ボルテックストールベアリング。ということはどうなるんだ？キラーデスサイザー 2VTB かな？というわけで、この V で、まあ、戦わせようかなと思います。まず、ゴッドバルキリーと戦わせます。あー、バレた。そして、滑らかに回る。滑らかに回る。そして、リブートも発動する。あれ？弱いぞ。あ、待って。おー。まあ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 。そんぐらいはしてくれないと困るんだ。次、回転機種、ドレインファブリー。これ暴れると終わりだな。暴れたよ。なんで暴れるの。さあ、あれ、ちょっと待って、徐々に回転上がって、うわ、上がってる上がってる上がってる。まさかの粘り勝ち。そこはやっぱベアリングがちゃんと動いてるね。ってなったらやっぱりこいつでしょ、ブラティロニですね。あえてカスタマイズをデッサーティーンデストロイにします。このデストロイに勝ったらもうこいつは優秀。さあ、どっちどっちどっち。おお、トールベアリングの勝ち。ちょっとこいつ強いぞ。これはいいわ。次魔改造作るときはちょっとレイヤー頑張ってみます。